悪いような気もするけど。あ、なんか倒されるかもしんない。ちょっともうすごい移動しててさ、床にこのフライトを立ててたらそれを触っている。まあいいや、はい。じゃあ挨拶からいきます。はーい、ゆいでーす。せーの、ゆーまゆーま、なんかラグあるかもしれないけど、ってことで、はい、なんか前の購入品動画でも言ったんですけど、はい、こうたまにドンと買い物したくなる病がやってくるんですよ。で今回切られた。今回は9点でなんと20,475円当たれ買いました。ということでそれの購入品紹介やっていきます。はい、はい、まず秘密道具のちょっとでかいものからいこうかな。あ、でもね、床に置いといたらちょっとあれかも。持ってかれる、持ってかれる。そうや、なんかそういうヒールもあり、きれいめな格好でもジーンズでもいけるような。いけ、なんか電波悪いね今日。楽、うん、なんかちょい悪かも。あ、サンダル2,600円。サンダルー、サンダルー。次ー、チャッチャッ、うん、チャッチャッ、メディキューブの、はいはい、ゼロ毛穴パックっていう、あー、顔洗った後にこうなんか塗り広げの、なんか乾いてくるんだよね、うん、5分後ぐらいに剥がす。そう、指でコリコリしながら取って、うん、洗い流すっていう。最近もうほんと毛穴が気になりすぎて、うん、なんか毛穴、うん、そう、毛穴落ちがね気になるのよ、この辺の。まあ、ちゃんとケアすればならないんだけど。だから毛穴系を最近よく見る。で、なんかついてきたブラシ。こすり落とすんか、それで。なんかこっち、なんか見える、なんかギザギザっていうかしてて、こっちで洗顔しの、こっちでこう多分こう塗り広げる。ブラシ付きでーす。あ、なんかいいな。動いたぞ。でもなんか小さい箇所がある。この小さいところで小鼻をやるって書いてある。あ、良さげー。いろいろさ買ったはいいけど、多分使ってなくてレポもしてないやつが結構多々あるんだよ。見返すとさ、徐々に動いてるんだが、ちょっと見返すとさ、こういろんなものをさ、うん、レポしてないなっていうのがいろいろあって、いろいろ見てたら多分行数とかもあるよ。あー、買いましただよね。買いました、うん、買いました、使ってみる、食べてみるね、でそのままなの。それからもう 2,3 年経ってくる。ちょっとそういうのを振り返ってみて、今度レポしていこうかな。もうフラグを回収していこうかなって思ってる。うん、豆のもね、確か見たよ。なんかサムジャン行数だね。やっぱサムジャンタイビーフンを食べているねで終わったんだよね。
そうかも。ね。幼稚園。もう忘れたでしょ。2年、うん、2年ぐらい前のやつ。うん。どうやって食べたか忘れた。まあもう時効みたいなもんだけど。だけどまあメイク用品はまだ残ってるから、まあそれはちょっとレポしていくか。揺れるね。揺れるね。もう床に置けないや。もうすごいのよ。はい、次行きまーす。あじゃん。めっちゃ可愛くないこれ。サンリオ？そう、クレンジングなんだけど、うん、パーフェクトワンフォーカスっていう、知ってる？バーム？バームってだね。スムースクレンジングバーム。これなんか有名っぽいけど、うん、これなんかコラボして、うん、サンリオのこのパッケージになってるんだけど、ちょっと開けてみる。こっちが、サンリオ。今度テーブルに置こう。こっちがオレンジとベルガモットの香り、乾燥毛穴に集中美容。こっちがローズとオレンジの香り、黒ずめ毛穴に集中美容。ちょっとあのストップ。ハイズってる。そのまま足で引っ張って、ドンドンって、すごいな。もうあの引っ張って引っ張って。あー、テンポ悪いね。悪いね。ってことで開けてみようかな。悪い。かわいいパッケージ。あ、思ってよ。かわいい。手がクリになってるんですけど、お、クリの色だ。かわいい。まあ、これがちょっとサンリオ、サンリオコラボっていうこともあるんですけど、え、この箱捨てたくない。うん、かわいい。飾っとこ、うん、飾っとこ。まあ、サンリオコラボでもあったんだけど、おやおや、あったら私が推してるグループともコラボしてて、これを買ったら、うんうん、トレカがついてくるっていうキャンペーンで。トレカがついてくるっていうキャンペーンだったから、まあ2個買ったんだけど、ぼやぼやでも、だけどまさかの2個買って同じトレカが2セットきたっていう悲しい現実。いや、1個でよかった。そうなのよ。まあ保存版として、まあいいか、まあいいかと、まあ可愛いので、まあでもちょっと使うのもったいないぐらい可愛いけど使ってみます。次、じゃーん、アスネってご存知かしら。アスネっていうのなんか、あの中町兄弟の中町あやちゃんがプロデュースしてるブランドなんだけど、うん、それのスキンケアセット1、2、3、4、5、まあ、6点ついて、まあ、7000円ぐらいするんだけど、いや多分一個一個がすごいいいやつなので、まあお得ではあると思うんだけど、何が入ってるかと言いますと、ファンデーション、かわいい、ファンデーション、パー、我慢していただいて。いいねよ。これがクレンジングバーム。パー、これ何？クリーム。クリーム。油。これが、化粧水。緑、うん、これもまあ使ったら言いますね。化粧水、これが緑、あ、これもクレンジングバームですね。これ使ったらお知らせします。これが、あ、なんかこう映していいのかな、わからないけど、これがパック、
リーフマスク。パックですね。パック1枚入り。こんだけ入って7000円。7000円でした。明日ね、気になってはいて、ただ、ね、こういう、これメガ割りだったから、うん、なんか割引でもないとなかなか買わないなと思って、思い切ってボーナスで買いました。次、服だ。見えてます。スカートっぽいけど黒スカートではないよっていう。うん、ヒロットね。こうヒロットです。こうちょっとなんか韓国っぽい。はい、案外黒、うん、黒真っ黒に見えるでしょ。スリット入って真っ黒のパンツとか作ったりしたみたい。真っ黒すぎて見えないかもしれないけど、こんなやつ雑。次が、はい、雑ノリ。ノリ次ではなくてこれも服なんですけど、ノリ入れ方ね。まずここのショップの入れ方。水色セットアップぺしゃんこや。ぺしゃんこ本当や、もう芯がしわらないよ。そしてかけとかないと。これが上ねこれが水色下ね。うん、案外すごいパジャマみたいな。普通の服なんですけどパジャマみたいな。しわしわどうですか？ペロペロペロ。私は、まあ、上は別にいいけど、この下のペロペロはどうなのっていう。透けたりはしますね。そこまでペラペラではないけど、なんかパジャマみたい。まあでもセットアップで上は多分短めで可愛いけど。前開けて羽織ってもいいし的な。お腹出るな。そう、まあね、中にこういう風に着て前開けて羽織ってもいいっていうね。っていうセットアップで、はい、そしてそして最後に9点といえば、はい、私の9点といえばのやつでございますよ。コスメ福袋6点、6点セット。まず1個目、はい、中国語開けてみます。あ、なんかアイライナー的な。アイライナーだが紫。紫ない。紫や、紫紫ね。まあ、全然こすってもあれだけど、おしゃれやん。使い方どうなの？こうなんていうんだろう、海外風なメイクとかする方はさ、すごいこういうの買うんだろうね。うん。しないからな。検討します。結構同じの、同じのっていうか、あの同じ種類っていうか、04番、今度04番。でもなんか箱の色的にちょっとブラウンかもしれない。ブラウン。あ？え、紫が薄くなりましたみたいな。見えな。紫どうしてなんかな。僕がこれもう見えないぐらい薄い。さっきの紫とこう今描いた紫、うん、どうやって使おうかね。まあ薄い紫の方がまだ使うかな。次、これも、あ、いやもう全部中国語だけど、多分これは眉。でもすごい、どういう色これ。眉毛黒とグレーの間みたいな。こんな眉の色の人。眉毛黒とグレーか。まあ黒よりっちゃ黒よりなのかな。
黒の眉ってあんま描かないんだ。反対はまあブラシだね。なかなかな色だな。まあ使わなくもない。自然体な眉の時とかいいのかな。なんかペンシル的なの多いな。パケは可愛い。なんだフラミンゴ的な。おーおーおー、なんか薄いオレンジみたいな。おー肌の色みたいな。それアイライン。アイラインにしちゃ薄いし、多分見えない。画面じゃ見えない。私的にはこういう二重ラインとか、こういう二重のライン伸ばしたりとか、うん、か、こう涙袋から、それぐらい薄い。次、思いっきり、でもこれ紙が貼られてるんだけど、紙を外さないとね。すごいイライラするこのベタベタやん。うん、最悪最悪。お、なんだチーク、え、横行きだった。チーク、アイシャドウ、チーク、チークだ。チークっぽいっけ。ピンクっぽいチークかな。いや、これがもう、もう一個チークか。まあどっちでも使えるかも。最近私さ、アイシャドウをチークにしたりとかするから、まあどっちでもいけるかな。もうこれも最悪。これはなんかちょっと、ん、なんていうだろう、こうもうちょっと濃い茶色。茶色とまではいかないかもしれないけど、そうそうやな。まあちょっとこう、なんだろう、大人っぽいメイクっていうか、ブラウンメイクの時にはチークにしたり、うん、ちょっと暗い、なんていうの、ピンク、こっちはちょっと明るい、うん、今日とかがっつり私ピンクメイクなんだけど、うん、そういう時はこっち。髪の毛最後はもうこれ見ると簡単に分かりやすい。おお、使いやすいかも、この、こういう系が一番、ね、うるさい。はい、こういう色が一番使いやすい。アイシャドウですね。はい、以上。終わった。いいね、パーティー色。いや、すごい盛りだくさん、盛りだくさんだけど、使えるかはちょっと、いい感じだから。まあ、なんか、なんていうの、テーマがあるメイクとか したときに使ってレポしますね。なんか終始ちょっと電波が悪くてあれだったかもしれない。豆側は遅れて聞こえるみたいな。ね、こっちもなんかカクカク5、6トーク。うん、そうね、すごい途切れ途切れだったし、こっちもなんか何てかわかるね。そう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 、そうなのよ。前にちょっとうまいこと編集をしまして、編集してもちょっと なんでしょうっていうところ たくさんあるから、まあ、とりあえず動画を締めますよ。はいはい、だったらまた購入したいと思いますので、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ラグ